パート3はコーナー別ドリフト攻略法、土屋選手の恵比寿サーキットドリフト全開走行をじっくり研究しよう。まずは第1コーナーを徹底分析。このコーナーは進入がきつい上りなのでブレーキングを遅らせ一気に減速。しかしアンダーも出やすいからブレーキングの荷重移動を有効に使いドリフト状態へ。そこからは同じアクセルとステアリングで立ち上がる。音とメーターとステアリングの3点へ注目。今度はアクセルコントロールとタイヤの動きに注目。さあお次は S 字を抜けて下りヘアピン。進入からクリッピングまで強烈に下っているのでブレーキングが難しく、ドアンダーやスピン状態に陥りやすい。相当早めにブレーキングを開始し、ブレーキ動力を緩めながらターンイン。テールが出たらすかさずパワーをかけ、ドリフト姿勢をコントロール。出口を向いてきたらフルパワーで立ち上がる。ここからブレーキング。3速、2速へとシフトと同時にインへ切り込む。ノーズが入ったらすかさずカウンター、そしてパワーオン。どういうタイミングでテールが出てくるかに注目。ブレーキングを残してテールを出す。これがブレーキングドリフトだ。そして最後は特訓コーナーの先、恵比寿最大の難所、最終の右コーナーをチェック。下りストレートから4速全開の緩い右、そこからフルブレーキングで2速まで落としてもう一度右。しかもその先がきつい上りになっているから立ち上がりのスピードが重要。まさに難所だ。下りストレートで4速、直線的に右コーナーへ進入。素早く横陣を消しフルブレーキング。二速へシフトと同時にターンイン。ノーズが入るのを待って入り始めたらカウンターを当てパワーオン。立ち上がりがきつい上りなのでなるべく早く直進状態としスピードを乗せるのがポイント。今度はライン取りについて。最初の緩い右は直後のブレーキングに備えなるべく直線的に立ち上がる。
そして2つ目はなるべく大きなラインを取って高いスピードを保つようにする。一周行ってみよう。早い方が好き。ストリートスタイル、クライテリア。